どうも皆さん、こんにちワームヤガン。ゼクスいると特殊召喚できちゃうよ。さあ、今回はですね、天気ですね。新パックにて登場した天気っていうテーマについて、ご紹介していきたいなというふうに思っております。天気デッキ、ちょっとね、生放送ではバランス型でやってて、あれ事故率ゼロなんですけども、バランス型ちょっとやっぱその押し切れる場面が多くてですね、ちょっと外役寄りにしました。だいぶ、このデッキネオニュー外役と認定される可能性があります。これどういうデッキかっていうとね、皆さんはネオスペーシアングランモルっていうモンスターご存知ですか？まあダメージステップ開始時に相手のモンスターと自分をその手札に戻すっていう効果を持ってる、あのクソモグラって言われてるモンスターで、あのジーダイ君が使ってるやつね、なんですけども、あのクソモグラみたいなモンスター、全部のモンスターがクソモグラみたいなとこあって、めちゃくちゃ強いんですよ。クソモグラの上位効果まであるね。例えばですね、このカードがめちゃくちゃ強い。雷の天気模様。天気っていうのは永続の魔法とかトラップを置いてフィールドに、でそのカードを使ってこの、魔法トラップの効果をモンスターに付与して、でその天気モンスターが魔法トラップカードの効果を得た状態で戦っていくみたいな、そんな感じの効果なんですけども、雷の天気模様がこのカードが相手モンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時、このカードを除外して、まあ、要はそのモンスターを除外してですね、自分のモンスターを除外してその相手モンスターを持ち主の手札に戻すっていう、マジで迷惑な効果を持ってるんですよ。マジで迷惑めちゃくちゃ戻されるんですよね。だから戦闘を開始することによって対象を取らないバウンス除去、これをぶち込んでいくっていう、まあ、そういうデッキになってますね。でね、雷の天気模様はもちろん強いんだけど、これフィールドに1枚しか表側表示では、存在できないっていう、まあ、制限がついています。で、雪の天気模様、これも強くて、このカードを除外した後できる、まあ、モンスターをね、モンスターに効果を、この効果を付与するから、その効果を付与したモンスターを除外してデッキから天気カードを1枚手札に加えますよと。でこの効果の発動後短終了時まで自分はドロー以外の方法で、デッキからカードを手札に加えることはできないよと。でこの効果は相手ターンでも発動できるっていう、まあ、誘発即時効果ってやつなんですね。なので誘発即時効果でその結構逃げる、要は狡猾な落とし穴とか因果切断とかサンダーブレイクとか、そういうなんかその対処取るような効果から逃げれるんですよ。この以降強いですね。フリーチェーンで打てるん でフリーチェーンでその手札をガンガン天気カードをサーチして増やしていきながら、その増やしたカードはどうやって使うかっていうと、サンダーブレイクとか因果切断とかで使えたらいいなみたいな感じですね。この辺はね、ワラーカードはなんか強いのでいいんだけど、まあ何回も置き直せる方がいいかな。永続デモンズチェーンとかでやってたんで、最初ちょっと若干邪魔になるっていう、まあ一応どかせんだよね、ターメルでどかせんのちょっと若干邪魔になるっていうのがあって、サンダーブレイクとかインカー切断とか、あとフレンドリーファイヤーとか、まあ煉獄な落とし穴とか、ああいうなんかその意外とどかせるカードの方がいいと思いました。で天気モンスターで展開してるときにこいつら展開力本当にないんですよ。なのでまあ OCG だと有名なコンボは、バルハラ置いて、これ全員天使族なんでバルハラ置いて、バルハラで天使、ターメル特殊召喚すると。でターメルはどういう効果を持ってるかっていうと、自分のフィールドの表側の永続魔法永続トラップを墓地に送ると、デッキから天気魔法トラップを1枚、自分の魔法トラップゾーンに置けるよ表側でっていう効果を持ってるんで、これで ね例えばね、暗黒、古代の暗黒とかのスキルを使うと、絶対そのどっちか置けるとか、そういうコンボがあったりとか、今回はこのバルハラでこいつを出しで、ターメル効果で、バルハラを、この雪の天気模様に変え、で雪の効果でターメル除外して、シエル持ってきて、でシエル召喚権まだ使ってないんで、シエル召喚すると、こいつはね、召喚成功時、天気の魔法トラップカードを1枚表側で、魔法トラップゾーンに置けるよっていう効果を持ってるんで、これで雷を置くと。これがね、一番理想ムーブですね。この、バルハラと、ターメルの2枚が、盤面4枚になるっていう、シエル、ターメル、雪、雷っていうになるんで、2枚が4枚になるっていうね、2枚が4枚にバカどうということで、そんな感じで、雷とかの効果でバンバン除外していくんで、この魂吸収っていうマジやべえカードを入れておくと毎回ライフ回復するっていうクソ害悪ムーブができるっていうのと、あと、カイトロイドでそのライフ守んないと結構ね、盤面空いちゃうことあるんだよね。高校とか取ると展開力なくて2体展開できないから、結構ライフ空いちゃうっていう、ライフ空いちゃうじゃねえや、盤面空いちゃうっていう効果があるんで、まあカイトロイドでもライフを守っていくと
ラバゴとかともね相性はいいと思いますね。あとサイコイルダとか結構いろんな相性いいカードあるんで、皆さんもぜひ試してみていただければなというふうに思います。私はもう極力外役ムーブにね徹しましたんで、早速ね、世界一性格が悪い男による、天気デッキやっていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、新たな宇宙いいだろう。今日自己り気味なんです。少し自己り気味なのか、ああまあまあまあ、ほらいいか。ちょっと自己り気味なんで、やっぱちょっと若干先行取れないと弱いですね。展開力がないデッキなんで。おセットエンドですか。それは全然嬉しいですね。さあ、雪天気シールを召喚して、天気ちゃんの効果で雷は真ん中に置いた方がいい。雷を、真ん中に置けると、この縦列と右隣左隣の、これ戻すわ。雷の効果と、これ戻して、右隣と左隣の、モンスターも雷の効果付与できるんですよ。今ね、雪はね真ん中とね右しか付与できてないから、これちょっと若干弱いところだね。はい。で、まあ、一応この雪天気ちゃんの効果で除外したら手札増えるんで、これはね、こういうデッキは、この低速デッキはマジでコントロールできるからすごい相性はいい。でこのスレッドもまあそこそこ強い。天気がなんかその墓地送られると、墓地の天気をそのもう一回セットできるみたいな効果持ってるんで、天気はそこそこ強い。でこれで、スレッド出してでですね、バトルフェイス入っていく。で永遠にクソモグラしていく。違う、これやばすぎ、やばすぎんだな、これクソモグラすぎんだな、これ。ネオスペーシアングランモールってわかりますかね。やってることはあんな感じなんですよね。ほんと召喚権は使わない、まあ、特殊召喚できる、まあ、グランモールみたいなイメージですね。まあ、この場面整っちゃえば、あとはこのちょっとね、魔法タップゾーンが少し足りないので、まあ、サンダーブレイクとかインガ切断1枚でなんとかしていくしかないので、まあ、カイトロードとかあった方がいいかなみたいなことは思っています。さあスレッドの効果で、さあ出てくる、やばいぞ。さあこれはやばい。相手はひたすらにモンスターがバウンスされることを、永遠にバウンスされること分かってるんでしょうか。このモンスターたち永遠にバウンスしてきます。カードを1枚セットしていく。さあそのセットカードはおそらくタスケルトンと読んでいる。さあカードを2枚セットしていく。さあサンダーブレイクの効果発動。サンダーブレイクで手札が余ってるので、雪捨ててバックを破壊していく。前のモンスターなんていくらでもさ、マスクしに来た、いくらでも破壊できる、いくらでも破壊じゃない、いくらでもバウンスできるので、ほっといていい。あんなモンスターはほっといていい。はい、最強カード来た。最強カードセットしていく。先セットしていく。さあターメル召喚していく。さあ全員ネオスペーシアングランモールバトル。やばい、マジでやばい。やってることマジやばくないですか、これ。やばいですよね。まあ、ちょっとブラックローズライオンとかそういうの弱いですよね。で、これぶん投げていく。さあこれで通ったら負けてしまう。残念、十代くん外役使いになすすべなし。さあ相手の方はいただきに立つもの。さあ圧倒的にいただきに立つもの。ああなるほど。あーちょっと若干不安だな、この、カイトロイドあるんで、まあなんとかならなくはないかなって感じしますけどね。さあセットセット、あブラックフェザーとかじゃないのこれ、なんだ、ターメル、はいはい。で、雪発動は、なるほど、雪発動に何かチェーンがある。さあ雪発動でターメル召喚は、ターメル効果発動していく。これでこれ墓地送って、こう間違えたらね、除外しちゃうんで、ちょっと慎重にね、これ選んでいきたい。さあ雷を発動していく。さあこれで相手はバウンスできるようになった。ただこれバウンスする必要ねえんじゃねえかな、これ殴れんじゃねえ、普通に使わなくて、なんか戦闘会できそうな気がするの、これ多分。なんだろこれ、あ誰やお前、ウィンドフレーム、あ風出す頭上モンスターをアドバンス召喚する場合、このカードは2体分のリースンできる。あーシムルグですかね、シムルグなんじゃないこれ。診断対決っていう説ない、シムルグだ、出た、出ました、シムルグの来航。これは、てかだから、超持続してるとデッキからシムルグ、属性が違うシムルグを1枚目2枚目サーチしてくるっていう最強カード。さあ手札を入れ替えていった。ダークネグシムルグ来た。で新調シムルグはアドバンス召喚できるやつだな、1体で。なるほどな。ただ今これ本当にきついと思うよ。でもシムルグって召喚権マジ増えないんだよね、めっちゃ増えないんだよ召喚権が。あでもこれ増やしたわ、通信長シムルグ、なるほど、通信長シムルグでこれ一回召喚権が増えるって思ったね。さあ来航の、をゲームから除外してレベルを1個下げていく新長シムルグ。あれは確かあれだな、バウンのやつだな、お互いのエンドフェーズになんか
あの1000マイナス魔法トラップゾーンの数が500 の, あのバーを与えるってやつですね。さあアドバンス召喚に成功してるのでダークネスシムルが出てくる。オッケー、いいだろう。ダークネスシムルは、一旦に一度、超持続をリリースするとなんか魔法トラップを無効にするっていう効果持ってるんですけども、これはモンスター効果で雷の効果を使ってるんで全然大丈夫。さあ戻っていけ。その2900のダイレクトアタックはしっかりとカイドロイド。はい。まあ、こういうことがあるんでね、あの展開力でゴリゴリされるとちょっとあの除去間に合わないってことがあるので、あと BF とかには多分無限に勝てで、ターメルをが戻ってくる。さあターメル戻ってきた。さあターメル来るぞ。フレンドリーファイア、フレンドリーファイア、それきついな、それちょっときついな、それきついね。これ守備表示はいいか、守備表示はいいね。でセット、これセットするしかないか。ただダークネスだから、まあ、そんなに強くないね、相手のハンドも。そうこれがね結構やばいやばいやばい。いて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 、お互いめちゃくちゃいて、これ身長締めくる効果で、お互いに1000バーン受けるんですよ。だけど、魔法トラップがあれば、その数マイナス500されるっていう、だから2枚あれば、0になるっていう感じなんですよね、このモンスターの方が。ちょっと面白い方が持っていて、さあウィンドフレーム、まあいいや、ウィンドフレームはいい。ダークネスシムルグが、あーまあでもこれまあさすがに打点が回るときついな。サンダーブリーク打っていく、でターメルでこいつをぶちかましていくしかなくて、はい、でだでだ、これでだ、で、あ、破壊する間違えたかもしれないな。これ何したいんだ、シエルかかめないか。魂吸収、あ強い、反転、魂吸収発動、もう魂吸収もだいぶ害悪カードなんですけども、雷天気で、雷天気を置いて、で、こっちぶん殴っていく、雷効果で戻していく。シムルグマジでね、魔法トラップゾーンに、相手のね、相手の魔法トラップゾーンにカードがないと墓地から帰ってこれるっていう効果あるんですけども、これすげえ使いづらいのよ、この効果。今さ、魔法トラップないことなんてほぼないじゃん、このリンクスって。OCG だったらもしかしたらあるかもしれないけど、わかんないけど。もうね、あとバウンスのなんかその効果を持ってるやつとかもいるんですよ、魔法カードとかでもう全部モンスみたいな魔法トラップを。それもないのでめちゃくちゃ弱いと思う、シムルグ個人的にはね。とか言ってめっちゃ強いっていうパターンあるからな、ゴーキみたいに。さあ、カウニアイの天気ターメルで、さあ、いやこれはやばいですよ、これは一生戻されますよ、これ一生涯戻され続ける人生、そんな人生は嫌だ。さあターメル効果を発動していく。さあもうフレンドリファイアやめてくれ、フレンドリファイアではない。さあ雪の天気模様を発動していく、でこれでバトリングフェーズ入っていく。さあぶん殴ってバチコーンで、さあターメル効果で雪の天気模様の効果によってゲームが除外することにより、これはスレッドでいいか、スレッド持ってくる。さあひたすらに厳しいです、ひたすらに厳しい、これは厳しいだろさすがに。だから今あれか、先に使っといた方がよかったんか、先に使っといた方がよかったな。ちょっと今順番間違えたわ、ごめん、順番間違えたが、ターメルの特殊召喚していく。今先に雪使ってからもう一回出してから殴った方がよかったですね、ちょっと間違った、すいませんでした。またウィンドフレーム来た、ウィンドフレームは無限に戻す。さあカイバさん、ちなみにこのターンであなたは私のライフ削れないと死にますけど、これマジでさ、あぶねえ、よかった、なんかそのデュアルサモンみたいなことされたらマジでやばいけど、それはいいや。で、カムヤの天気模様で無限に戻していく。さあ、プレミオしたら勝っていく。プレミオしても勝っていく。外役プレイ。診断対決は私の勝利。対戦、ありがとうございました。さあ、お相手の方。お、ウッシーか。なんだ、これ、あれか、加工 BF か。出ました、加工 BF。加工 BF 来ました。雷が。雷、カイトロイドあるの多分雷ですね。カイトロイドがあればちょっと強気に攻めれるんだけれども、カイトロイドがないときはかなり迷いますねこれね。ちょっと難しいですね。まあ、でもカイトロイドなくてももうやるしかないよね、雷を。それ除去されたらおしまいだからな。 UA スタジアム、何全然 BF じゃねえ、ファンタジスタ、なるほど、ファンタジスタ、中村俊介さんの効果を発動していく。さあファンタジスタといえば中村俊介、魂といえばトゥーリオ、ボンバーといえば中澤裕二、 QBK といえば柳沢敦。さあ謎のサッカー実況が入っております。 US スタジアムの効果発動、 US スタジアム、あ待って、
これさ、あ、やばい、マイティスナック、やばい、ま、やばいこと起きた。まずいぞ、待ってくれ。これ冷静に考えたら、これマイティスナッカーガチでやばいんじゃないか。これまた戻したところで出てくるんだよな。戻したところで出てくるのやばくね。雪の天気予報、これ戻したところで出てくるのマジやべえんだけど。雪の天気予報発動していく。え、これどうしてもいいんだろう。待って、これあれだよね、カイトロードも向こうにしてるやつなのこれな。待ってくれ、冷静になろう。冷静に考えていく。シエル召喚で、シエル効果発動して、サーチ入れる。え、あ、まあペナルティは別にいいや。ペナルティは別に全然、まあ、よくもないけど、まあペナルティで、これで雪天気。え、これ俺どうやって勝つの、これなんか、え、これどうやって勝つの、ちょっと待ってくださいね。これどうやって勝つんだろう、どうやって勝てばいいんだ。おっ、で、これ特殊召喚される。まあシエルはいいよな。でもまた出てくるのか。これあれか、戻しといた方が一応生き残れた可能性あるのか。戻しといた方が生き残れたみたいな感じか、話か。これ戻しと、あー、スタジアムはいい。で、効果でマイティーズ、やばい、ガチやばいこと起きてる。ガチでやばいこと起きてる。ちょっと待ってくださいね、皆さんね。あれ、おかしいな。アルバデス系のモンスター、これもしかして俺何もできない説ない、これ。この人たちって効果が生地、そのダメージステップ開始時だから、その何もできるみたいな、もうなんかバトルフェーズ入ったらなんか戻すみたいな、そういうフリーチェーンにしません。天気の効果フリーチェーンにしませんか。それさすがに強すぎますかね。やばいこと起きてる。マジでやばいこと起きてる。やばい。あ、ちょっと待って。ナスすべがない。嘘でしょ。嘘だろう。